壊れた心に関してプロモーションビデオを撮るとはまさか思っていなかったんですよね。なんかすごく小さい規模の CD なんじゃないかなって、なんか変な言い方ですけど、小さい規模っていう、なんかとってもささやかな CD になるんじゃないかななんて思ってたんですけど、プロモーションビデオも撮ってもいいっていうお話をいただいた時に、合わせてなんか一つのアイディアとして、今回は役者さんに撮っていただいたらいいんじゃないかっていうことだったんですよね。坂本さんの方からはある役者さんの名前が挙がって、その方に撮っていただいたらどうかっていうことだったんですけど、私は一度もお目にかかったことがない方で、なんかとってもなんか壊れた心ってささやかだったり個人的だったりとか、なんかいつになくなんか自分の気持ちを入れて書いた詩だったので、もちろんいつもちゃんとどんな詩も一生懸命書いてるんですけど、特別思い入れのある詩だったので、全然知らない方に撮っていただくよりは信頼してる方に撮っていただいた方がいいなと思って、渡部さんにお話をしたら快く引き受けてくださったので、プロデューサーの坂本さんもじゃあぜひにそうしていただきなさいっていうふうにおっしゃってくださり、自分が映ってるんでなんか出来っていうか、そういうことを言うのは言いづらいんですけど、評価をするのは難しいんですけど、私は今まで撮ったプロモーションビデオの中で一番好きなものになりました。はい、壊れた心のプロモーションビデオに関しては何にも演じてないですね、多分。なんかただいただけ関わってくださった全ての人がなんか気持ちよく仕事ができるように気遣ってくださって、壊れた心、なんか誰にでもあることだと思うんですよ。怖い。なんかそういう時期があったりとか、あるいはずっとそうだったりとか。なんか。すごく慣れたっていうか、私が緊張しなくていい人たちが作ってくれてるからこそできたかなって。インタビューもいつも緊張するから、あまり人見知りさんなのでなかなか普通に何かこうお話ししたりとかってなかなか難しくて、インタビューもあんまり好きじゃないんですけど、でもすごく慣れた、一緒にいて全然自分がかっこつけなくていい人たちが周りなんかこう作ってくださってるから、だからインタビューもこんないっぱいしても嫌じゃないっていうか、なんだろう、thank you.
その音はいつも耳に心地よかった。どこからともなく聞こえてきては、ずっと前からそこにあったかのように日常に馴染んで、なくてはならないものになった。その音がどこか遠くを旅している間、僕は時計の秒針が動くのを神経質に聞きながら、息を潜めてじっと待っている。大きな部屋の小さな片隅で、今にも走り出しそうになるのをじっとこらえている。だってその音はどこを探しても見つからないから。ここで一人静かに待っていると、時計の音を忘れた頃に、やっとわずかに聞こえてくる。その音はいつだって僕のところに戻ってくる。本当は誰にも渡したくはないけれど、僕だけのものではないんだ。いずれまた旅に出て、少しずつ変化し続けるその音を所有したくなる欲求をかなぐり捨てて、心の平穏を何とか保っているというのに、ある日心のない人がその音を探しに行くと、もうその音はどこにもなかった。みんなきっと同じようにそれを求め待っているはずだ。最後に聞いたのはいつだったろうか。もうずいぶん長いこと待ちぼうけを食らっている。時計の秒針だけがいつまでも僕の頭の中で響いている。その音がもう帰ってこないことを本当は知っているけれど、もう少しこうして待っていたい。たとえそれが無駄なことでも、もう少し、ほんの少しだけ待っていようと思う。とにかくその自分の心の中身を人に見られるっていうのが、なんかとても恥ずかしかったりとか苦手だったりするもので、気持ちのにじむような、なんかにじんでいる、こうにじみ出るような詩っていうのがすごく恥ずかしかった。で、漢字を混ぜて普通にワープロで打ったものを見た時にどうしても恥ずかしくて、でもひらがなにしたら恥ずかしくないんじゃないかなっていう、ひらめいたんですね。ライブも、歌を聴かせるライブっていうのは多分できないと思うんですよね。なんか、なんだろう、歌がとりわけうまいわけでもないので、なんか歌を聴いてくださいっていうライブはなんか恐れ多くてちょっとやりづらいというか、ただなんか坂本さんのコンサートに2回ぐらい参加させていただいて、すごく緊張したんですけど、あの最も尊敬するその坂本さんのピアノで歌を、ピアノだけで歌を歌ったっていうことは多分一生の宝になるんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、今まであまりにも何も言われなかったので、
私の詩とか歌には興味がないんだなって思ってたんですよね、きっと。だから今回初めて作詞の指導をしていただいて、あ、ちゃんと向き合ってくださってるんだなっていう風に感じたんですね。それは今回だけかもしれないんですけれども、でもすごく嬉しかったのを覚えています。坂本さんとお仕事がしたくて、坂本さんの音楽を本当になんか愛していて、でなんかいつかもしも叶うんだったらば、自分が携わった映画に坂本さんが曲を、サウンドトラックを坂本さんがその制作してくださるっていうことが夢ですね。もしも自分が頑張ってなんとか坂本さんに認められるようになったら、そうなったらいいなって思うんですけど、なんかそういう思いのもとになんか一緒に仕事をしている、なんかあんまり東京そのものが私には馴染まないっていうか、忙しすぎて東京はなんか面白いなと思うんですけどね。時間がすごく早くて人がいっぱいいて、なんかみんな新しいものが好きで面白いなって思うんですけど、いまいち体になじまないっていうか、もっとのんびりと時間が過ぎていくのが好きだから。なんかみんな同じに見える、みんな同じに見えるっていうか、それがいいとか悪いとか別にして、なんかみんな同じに見える。私の心とは裏腹に、疑いもなく明るい空を少しだけ恨んだ。Thank you.
壊れた僕ら
気づく。